哲郎何やったんだ哲郎刑務所暮らしにしましょうか。う僕はちょっと刑務所まだ入ってないんですけど、ね多分、多分親が面会に来てくれたんですよね。多分、まあ、いろいろありましたよね。久保さん。うあ、ん、あ、なんか、訪問販売してるときに間違えられたんですよね、なんか。まあ、本当ね、あの、 うーんまあこういう風に慣れてよかったなっていう、まあ間に合って,間に合ってよかったなっていうのが、僕は非常に思いますね。うちの親父ももうね、あと数年で70になるし、10年後は80だしっていうところで、これもう、もう10年僕遅かったら、親父80なんで、約ね。まあ車は乗れないですね、もうね。うんまあ旅行もね、行くつってももう腰がとかね、足腰がとか。 食食い物も食えなくなくるだろうし、うんまあ、本当に間に合ってよかったなっていうのはすごく感じます。だ時間は有限なんで、あの、やりたいと思ってもやれなくなるので、いずれね。だからネットで稼ぎたいと思っても稼げなくなるんで、うん、その、90、まあまあ、まあなんだ、まあ不可能はないですよ。不可能はないけど、80から01をやるって言って、 結構しんどいですよ。80から 01? 病院のベッドで、あーってなりながらネットビジネスを勉強するとかね。結構しんどいと思いますよ。まあ不可能はないと思います。不可能はないと思うんだけど、限りなく難しいんじゃないかなと思うんですよ。今動けるうちに、今バンバン喋れるうちに喋っといた方がいいし、喋れるっていうのも今はできるけど、喋れなくもなるし、目が見えるっつうのも目が見えなくなるし、耳がね、あーあーってなるし、聞こえなくなるしね。 視力も落ちる。喋れなくもなる。ね。だから、今あるものは永遠にないんですよ。っていうことを考えると、おのずとやるしかねえってなると思う、僕は思うんですけどね。まあ、やらなくてもいいんですけど、やっとった方が、うん、僕はいいと思いますね。もし僕がやってなかったら、そういうなんか親になんかそういう車をプレゼントするとか、そういうこともできなかったし、髪の毛もなくなるんですよ。 ちょっと本当に、あの病院、病院、ちょっとあの、あれですけど、髪の毛もなくなるんです。髪の毛も。<laughs> 10歳の頃ね、ハゲになるとはね、想像もつかないですよ。10歳の時、40、自分が40になった時にハゲ、ハゲ、ハゲ始めるっていうね、1ミリも思わないですよ。ねハゲるんです。<laughs> でも、ハゲても、人生は前進できるんで大丈夫です。ハゲても、 人生は前進できます。だからね、孫さんが言ってた、これ孫さんのあれにしよう名言。孫、孫、正、義ハゲ、名言。髪の毛が交代しているのはない。私が前進している。<laughs> 髪の毛が交代しているのではない。私が前進しているのであると。 これにしましょうかこれなんかツイート8万リツイート突破したらしいですよこれ9年前か10年前の,トークあのツイッターではい髪、ね、髪頭ネタでいじられた孫正義の見事な切り返しっていう,うあのソフトバンク正義が、ね、髪の毛でそのなんか揺られたらしいんですけどうんそう これ以上このタイトルでいきましょう。はい、髪の毛が交代してるのではない。私が前進してるのであると <laughs> <laughs>、はい。いってらっしゃい。